皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は南村さんに来てもらってます。2016年の涼しい作業服ということでですね、はい、来てもらいました。これは、何でしたっけ。これは高谷商事のグランシスコシリーズから出た交通機の夏服ですね。GC2700 ですね。はい、そうです、はい。通気性がね、非常にいいってことで。そうですね、通常 TC ツイールの、まあ、夏服と比べても5倍以上と謳ってますね。じゃニットと同じぐらいの涼しさですよね。そうですね、かなり涼しいですね、はい。まあ、割とこう涼しい商品って、まあ、デザインがね、普通の作業服っぽいのが多いですけど、これ割とカジュアルな。そうですね、もうやっぱジーンズメーカーが出してるだけあって、ステッチワークも効いてますね。そうですね、はい、ここなんか3本ステッチだし、ここのカフスもなんか、そうですね、なんかいっぱいステッチありますね、縫い込んでますね、随所に、はい、ですよね。とにかく涼しいですか、これ。どうですか。涼しいです、とにかく涼しいですね。そうですね、丈も短めで動きやすさも、はい、はい、いいですね。そうですね、はい、動きやすさもあります、はい、わかりました。じゃあちょっと交換してみました。でもこれ涼しいですね。でだいぶね、あと軽い、非常に軽いです。どうですかこれ。こっちはバートルの、こっちはバートルの 5511HB ですね。あ、高谷の2700と比べてどうです。そうですね、生地の感じだいぶ丈夫そうですね。あ、やっぱ生地はね厚いです。素材がこの夏服の割にはそうですね、いい、よく言えば丈夫ですね。ああ、そうですね。綿が65、653ですかね。でも綿が多いですもん。綿リッチの素材、うん。あ、そうですね。やっぱり肉がね、はい、厚くなってるんで、それもちょっと重たいですよね。そうですね。はい。でもデザインはね、うん、いいですよ。デザインは悪くないですか。うん、そうですよね。いいですか。ここにヘリンボーンのやつって色はね、1個しか、黒しかないんですよね。ああ、そうですね。はい、だからまあデザイン的にはね、こうどうどう。もうどっちも悪くないのかな。でやっぱこれはね涼しいです。全然違う、軽い。そうですね、私もこれ着てそっち着たらもうかなり全然違いますね。違いが。でもう一回着てみますか。もう一回もう一回ちょっと着てみましょう。はいはい、もう一回着替えました。どうですか。着替えましたね。またやっぱ違いますね。軽いでしょ。そうか、着た後これやっぱちょっと重量感あって、まあいいです、丈夫な感じしますね。でもライダースーツっていうか、まあいいですよ、まあ、これはこれでいいと思うんですけど、やっぱ涼しいの求めるんであれば、この高谷商事の、そうですね、 GC2700 です。2700、はい、はい。もう、まあ、デザインもねいいですけど、どうでしょう、うん、かなり腕回しいいですね。いいです。これサイズ M ですよね。これ M ですね、はい、僕も M 175ですけど、はいはい、細身でしたら M で十分いけますね、うんうん、かなり、そうです、かなり楽ですね。やっぱ軽いからじゃないですか。切り込みなんですかね。切ってあると思ってますか。どこに何もねえっす。まあでもおすすめですね。高谷商事の涼しい作業服で、はい、さらにかっこいいっていうことであれば、高谷商事のこの GC2700 いいんじゃないですかね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。次もチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの人は下の概要の部分でチャンネル登録を、パソコンの人は画面をクリックしていただければチャンネル登録できますので、ぜひともよろしくお願いします。